もうちょいで1個目つきますんでね。マジ？はーい。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 一つのフローでさ、何分くらいいるの？10分もいないんじゃない？やっつけ。罰ゲームじゃないですか、マジで。いや、罰ゲームじゃねえよ、お前。正しい温泉の入り方っていうのはあるんだよ。そうなの？うん。いや、またハマっちゃったよ。あのね、気持ちよく温泉に入る方法っていうのがあって、それ、最初に言っとくよ。うん。1回の入浴が、大体あの3分から10分の間で、1日最初は1回、慣れてきたら1日3回ぐらいまでにとどめておくと。なるべく12回おかしいよね。そう、それがまあ基本的な。でもまあそれは両方の話だから、あの体を良くしようとかね。そんな気さらさらねえ。ないでしょ。だからバンバン入っていいんだよ。だからなんでその話したのね。塩原温泉街っていうのがあるらしいよ。主要のとこ行けばいいんでしょ。塩原温泉街のとこ川に降りていくというほど塩原温泉街から川に、あれ聞いた今、あの川に降りていくと遊歩道があるので、その遊歩道雨だよね。歩くの？川？傘持ってきた？持ってきた？傘持ってきた人いる？いいね。じゃあ濡れます。濡れるか裸で行くか。どっちがいい？裸で行きたい。それいい家取れるわ。お、塩原ダムだね。ここ結構迫力あるらしいですよ、ここ。本当だ、結構やばい、やばい、やばい。お、すげえ。やっべ。ま、見えずと。これ水がすんげえ。誰だ今、へこいたやつだよ。あーあーあー、やっちゃった。あー、やばい、やばい、やばい。ごめんなさい。あこういうのを残しといた方がいい。やばい、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 やばい。曖昧すぎる。ほら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 。温泉街の近くにはまだお前。まだカメラも回ったことだし、あれか、感想言ってこいよ。感想、1個目の感想なんてのを聞いていこうかね。足1個目すごかった、インパクトが違ったもん、インパクトが。なんかちょっと勘違いしてる人も若干見た。1人間違った。見せてくれたもん。間違った、足よかったよ、あれ。てかさ、足はさておいてさ、2個目やばくね。あー、それで終わった。なんだそれ、また俺たちの思い出を。2個目やばかった。2個目やばくね。いいね。意外と近かったね。うん、すごいよね。あったね、よかった、助かったね。2つ目だ。2つ目です。すげえ見えるかな。よーし、俺もメガネがいる。あ、やるわ。予想以上だったわ、あの温泉。びっくり。食べたい。もう食べたい。うん、お前に聞いてないな。あ、これまた思っちゃった。ほら、下使え。あーあーあー、下使われた。松井くん、チップスター食べる？なんで？なんで？また寄ってくるよ。どうして？
すぐ行ったね。しちゃった、新里村かなり撮ってんじゃねえ撮ってんじゃねえよ。出たよ、怖え。いつ出てくるかと思ってたけど撮ってんじゃねえよ、ついに来たよ。撮ってんじゃねえよ、明日。じゃあいきなり聞けたよ、そのセリフ。俺はまだ2日目ぐらいかと思ってたけど。俺も早い早いね。字に聞くからみんなこう字とかどうでもいいんだよ。だから尻焼き温泉って言うらしいですよ。あっ、字に配って飲める人みたいな。あ、ここの橋から見えるね、多分。あるか。あ、ある、超湯気出てる。あそこだ。あ、出てる。あと今日10個。なんかゴミが超浮いてる。浮いてる。クレーン。これがいいんだよ。こうなる。絶対嘘。俺髪めっちゃあれだね。さあ最後は川で。うん。川だね、ラストは。見てるんだよ。あー、でもネットが探されてるんですか。ネットではない。ではない。気持ち熱かったな。気持ち熱かった。いや、気持ちはこれよりは熱いけど、ネットではない。でもね、考えられて。あー、たっけー。あ、ね、予想外に熱かったけど、ネットでもない。ネットではない。でもかなり熱い。かなり熱い。あっちの方が全然いいわ。ところどころ冷たい水が入ってくる。あーなー、もうバシャバシャ泳いでこい。意外とお前もどうも抜き抜きよ、結構もう青木とか探してあったけどか。そんなとこどこにもねえよ。あの辺ボコボコ出てたとこ行こうよ。あ、ここボコボコ出てる。すげえ、きっとこんなこんなあったかくねえ。こんなあったかくねえ。こんなあったかくねえ。俺、戻ろうかな、寒いから。戻ろう。じゃあ、お先。せーの。